こんにちは。今日は8月に届いたコスメの定期便の中身を見ていこうと思います。はい、はじめにラクシーになります。ちょっとね、重いんですよね。なんか現品が入っているのかちょっと期待です。先にパンフレットだけ。なかなか衝撃的な絵ですけど、怖くない夏の終わりのカラカラ対策、乾燥対策系が入っているのかな。ま、何が入っているのかちょっと楽しみなので見ていこうと思います。あ、なんか残念なものが見えちゃったまあいいや。端っこからいこうと思います。はい、こちらはハトムギの濃密泡洗顔リアルトライというところですね。これ原品ですね。なかなかの量が入ってる。 120g、 洗顔フォームが入っていました。ニキビ防止、あとは肌荒れを防ぐハトムギ発酵エキスが配合されてるそうですね。美人ぬか、これ多分米ぬか系とか、なんかこのマークは見たことがあるような気がするなあ。あー、ちょっと記憶にない。とりあえず洗顔フォームの原品が入っておりました。そして次、よいしょ。はい、こちらはフィックスミストですね。あ、私これ先月だか先々月、これの水色のやつ買ってますね。こちらは汗、皮脂、乾燥、湿気にも強いメイクハックのパーフェクトフィクサーミスト化粧水にはなってますけど、まあメイクの上に固定膜を形成してメイク崩れを防ぐっていうフィックスミストですね。うん、フィックスミストも大好きなのでこちらはゲットできて嬉しいです。原品ですね。そして次も原品が続くんですが、こちらサボリーノのおはよう潤いジュレ、こちらは SPF が入ってない、オールインワンのもので、化粧水、美容液、乳液、あとはまあ毛穴フラット下地効果まであるものになってますね。フローラルオレンジの香り、 SPF はないので、まあこれ塗る前かこれ塗った後に日焼け止めが必要かな。まああとは顔に使わなければ体に使うようだけど、化粧下地効果もあるからな、どうかな。ま、とりあえずオールインワンのジェルが入っておりました。これも原品ですね。原品続き。そしてこちら、こちらはビューパワーのセラミドギャバドリンクになります。揺るがない大人の健やか美容、カロリーはゼロでノンカフェイン、グレープフルーツ味の栄養ドリンク、あ、一応清涼飲料水にはなってますけど、が入ってました。まああんまりこういうの飲まないんですけど、たまに気が向いたら飲んでみようかな。多分使用期限、賞味期限も1年半あるので、気が向いたら飲もうかなまあこれも一応原品ですね。最後がこちらはマモンド BR クリーム、これは何だろう、普通の保湿クリームなのか、あった、
敏感肌にも使いやすいレチノールの代替製品であるバクチオールとピュアレチノールが配合されたレチノール初心者の方でも手軽に使えるクリームだそうですね。もっちり滑らか肌に、だから、まあ、特に夏冬関係なく使える感じかな。まあ、でももっちりだから冬の方がいいのかな。まあとりあえず敏感肌でも問題なく使えるクリームですね。こちら結構量多いけど30ミリのものが入っておりました。最後にこれがサンプルなのかただの、あ、サンプルですね。これもやったー。こちらはスティーブン・ノルのリペアコントロールの、シャンプーとコンディショナーのセットが1回分ですね、入っておりました。これは私服のまとまり、ダメージやゴワつきの気になる髪もしっとりしなやかにまとめる髪へということで、私今結構髪のゴワつき気になってるのでこれはありがたい。ということはこれがサンプルサイズなので、5点中4点が現品プラスサンプルが2点入ってましたね。なかなか豪華で、まあカラカラ対策という割にはそこまで保湿系のものってどうなのかな。メイクキープミストとかちょっとどうなのかな。まあとりあえずこんな感じで現品多めで今回は入っておりました。で次に、はい、いつものピンクのボックスですね。ブルームボックスになります。チラシもこのように入ってまして、このイブロシェのチラシが入っているということは入っているのかな。これも結構な頻度で入ってきますね、最近よく見る。あとはクレンジングかなとかビオデルモのチラシが入っているということはこれらが入っているということですね。では開けていきます。はい、カードが入っているのと、今回の8月のテーマが、ミータイム、力強い太陽の日差しに少しお疲れ気味な時は一度立ち止まって一休み、今のうちにじっくり肌や髪のダメージをケアしませんかということで、土台を整えてくれるアイテムが入っているそうです。では見ていこうと思います。は上から行こうと思います、はい、こちら 15% オフと大々的に書いてありますが、こちらはなんでしょう。こちらは何が入ってるんでしょうね。ブライトニングリッチセラムとデリケートボディウォッシュのセットが3回分入ってますね。これはデリケートゾーン用の美容液ってことなのかな。そうですね、とりあえず、まあ、ボディウォッシュはボディウォッシュというかデリケートゾーン用のソーププラス、その後にこのリッチセラムの方を、まあ、このようにデリケートゾーンだったり脇だったりお尻の部分ですね、乾燥が気になる、あとは顔とか全身にも使ったりもできるみたいです。
あ、これはクリームか。クリームとかセラム、そうですね、全身にも使えるという美容液とボディウォッシュが入っておりました。おお、こういうのが入ってくるのも珍しい。サンプル3回分です。そして次に、お、これはナイス&クイックスキンケアトライアルセット、敏感肌用ですね。酵素洗顔パウダーが3パックと高保湿化粧水が6回分で、高保湿ジェルが6回分入ったトライアルパックですね。まあ本当旅行の時とか良さそうですね。ちょうど来月実家に帰ろうかなって思ってるので、そういう時にこれ一式持っていけば全然たかが1日2日の我慢なのでいいかなと思います。スキンケアセットが入っておりました。そして次に、お、これは原品ですね、抹茶のマスク。こちらはワフードメイドですね。宇治抹茶マスクが入っておりました。原品で10枚入りですね。うん、このシリーズ私自分では買ったことないのでちょっと嬉しい。抹茶か、良さそうで、毛穴まで浸透して皮脂や角栓に効果があって荒れがちな肌も整える宇治抹茶を使用したマスクになります。匂いとかどうなのかな。まあ抹茶が嫌いなわけではないけども、どんな感じか気になります。そして次に来ました、イブロシェ。あ、でも今回紙じゃない、イブロシェのミセラーウォータークレンジングウォーターですね。拭き取りクレンジングか。あ、そのまんま開かないよね。うん、そのまんま開いているタイプなのでコットンにつけて拭き取る系のものですね。 50ml のサイズが入っておりました。これもやたら入ってきますね、いろいろ品を変えてすぐ買えるんですけどね。はい、最後こちらがビオデルマですね。ビオデルマセビウムフォーミングウォッシングジェル、洗顔ジェルの 8mm ですね。あ、洗顔ジェル嬉しい。今洗顔ジェルにハマってるのでこれは嬉しい。すぐにでも使いたい。 8mm か、3回分ぐらいかな、3回4回いけるかな。うん、嬉しい。なんか内容量的には少ない感じはしますが、原品が1つ、あとは全部サンプルですね。こんな感じ。ラクシーに比べたらちょっと寂しい中身でしたけど、まあでもね、パックありがたいし、あとはこれもちょっと来月使いたいし、洗顔ジェル使ってみたいです。洗顔ジェルビオデルマにあるのは知らなかったので、これが良かったらちょっと買ってみようかなと思います。8月のコスメ定期便の中身は以上になります。ご視聴ありがとうございました。